1万円を転がして10万円にする。3着でいい、3着でいい。 OK、 守った。予想としては完璧。1兆2あるプラス。どうも、懲罰モンキーです。今回は3回目のボートレース多摩川に来てます。イン逃げもありセンターまくりもあるっていう水面で、この1万円を転がしていって10万円にする、この企画やっていこうと思います。展示とですね、データ見ながらしっかり増やせるところにどんどん入っていきますんで、早速レース見ていきます。1コロ目買ってきました。スター店で良かったのが1号艇、5号艇、3回り5号艇めっちゃよく見えましたんで、今回の2レース逃げ率 61% で1号艇の逃げから本戦で買ってます。1号前と1234の5、こちらを4200円分配分して買ってます。今回刺され率、まくられ率、まくられ刺され率それぞれ同じぐらいあるので、今回は足の良かった5号艇のまくり刺し展開で、まくり差しだと1番2番の内回っての残り、まくる際に6号艇もついてきての5126から、3着流して、こちら4800円分配分で買ってます。最後に残りの1000円抑えで、3号艇がまくっていくパターン34と35、こちら1000円分レース見ていきます。頼む、インスタート決めてくれ。うわ、揃った。ちょっと3が遅れたけど。うわ、5号艇コントあかんっすよ。うわ、3着争い。うまくさばいて。オッケー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 。1号の方が熱いんですよね。1号で、並んで、もう3着でいい、3着でいい。わ、ちょ、あかん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 。オッケー、守った。なんとか1コロ目成功です。これ増えるよね。おオッズ頼むよ。1900円。おー、よかった。5000円ぐらいプラスか。1号艇逃げからの軸にしてた5号艇が若干後手気味だったんですけど、完全に 1,2,3 体系だったんですが、5号艇展示見てたタイミングでしっかり周り足ついてきてたっていうので、3着争い3番4番5番でしてたところをしっかり打ち綺麗に回って3着に残ってくれましたね。プラス5360円なんで、2コロ目いけるレースどんどん探していきます。やりました、やりました。公式 LINE では毎日引ける冒涜時もやっていて、懲罰モンキーの激アツ予想を毎日更新していますので、ぜひ今のうちに友達登録しておいてください。どうすか。いや、ちょっと剣しようかなと。1号艇展示の見え方そんな悪くはないんですけど、逃げ率 24% なんですよね。まあ A1 選手唯一の2号艇焦げ選手も、まあ足はいいけど、意外と3号艇の品川選手も良くて、買い目をちょっと絞りきれないかなっていうので、転がしには向いてないレースだと思うんで、これ剣します。なんか言いたそうですね。今日なんでスーツですか。実はこの後兄の結婚式の披露宴があるんで、はい、めっちゃ大事な時じゃないですか。そうですね。ただちょっとなんでこんなところにいるんですか。ちょっと修理がね、1万円しかなかったんですよね。だから今日転がしなんですよ。3万円はやっぱ家族の修理いるじゃないですか。そこを勝ち取ろうかなと。もし1万とかしたらどうするんですか。試合前に負けることを考える人がいますかっていう話なんで、まあここはしっかり剣して次の6レース以降に行こうと思います。ちょっとコメント欄で祝儀渡さなくても結婚式でただ飯食える方法とか教えてほしいですよね。6レ
レースですね。剣をだいぶ挟んでの2レース目です。ここですね、1号艇国分選手逃げ率 53%、 2号艇河合選手の逃がし率 58% で、決して逃げ本戦そこだけで絞って買うっていうのは難しいようなレースにはなってます。ただ、展示見た感じ、国分選手そんなに悪いわけでもなく、普通に先前すれば逃げも十分考えられるかなと思ってます。まず逃げからの1-2-4、相手は5以外で流してます。ここまず本戦で行こうと思います。これで7200円分。2号艇河合選手、まあ足色そんな悪いわけではないので、しっかり差し切りっていうところで、1号艇先に回っても2が差してきて2-1の形、まあ2-1は結構人気ところなんで、絞って2-1-3と2-1-4二通り、こっちに3700円。あと、今回の狙い目の買い目ですね、4号艇の佐々木選手を狙い目にしてます。スタテンの感じ、スタートしてからの伸びもしっかりついてきてて、差しもまくり差しもできる選手になってるんですが、2号艇の河合選手のおかげで人気がそこまでついてきてませんっていうことで、4号艇の佐々木選手の差しまくりまくり差し、どこでもカバーできるように、差しまくり差しだったら4-1-4-2、まくりに行くんだったら、まあ、5号艇岡本選手より、6号艇の伏見選手の方が、しっかり足ついてきたと思うので、4-1-2-6で資金配分して、ここで、4400円、計15300円でさっきの当たった分ですね、転がしていきます。やばい、マジ緊張してきた。頼むで、本当。4-1あるで。フライング？フライング？ちょっと当たっとるときにそういうのいらんのて。いやー、これまた取れるんかいな。これどっちがいいんやろ。ちょっともうオッズ変わったら分かんねえよこれもう。でも的中は的中やからな。4-2は全あるんで、これ完璧に当たりなんすけど。まあ、とりあえず4-2-3的中です。合計で12500円分は返還です。ほとんど返還じゃん。プラスではあります。これは転がし成功でいいですか、カメラマンさん。プラスになったら成功なんで、まあ、これはしょうがないっすね。まあそうですよね。一応パッと見揃ってたかなと思ったんですけど、スタート展示の感じで3号艇がちょっとへこんだのもありつつ、4号艇がしっかりスタート展示通り伸びていきましたね。そのまま4号艇のまくりで4-1-4-2でここで当たったって思ったんですけどね、1号艇がちょっと勇み足でそのまま4-2-3で決まった感じですね。予想としてはもう完璧でした。はい、じゃあ的中したんで払い戻しましょう。ニコロ成功です。15300円使ってますんで、よし、ニコロで22200円。お、偶数揃いなんでこれは時短です。ちょっと何言ってるか分かんないです。いや絶対視聴者さんは分かると思うんで、ボーっとする人はパチンコもやるんですよ。あ、そうだね、はい、ここまで順調に来てるのは初めてじゃないですか。爪を隠すタイプなんで、ノーアルタカってやつですね。これがまぐれじゃないことを祈ります。そうですね、まあまあまあ。3コロ目ですね。10レースやっていきます。1号艇逃げ率 65% で、2号艇の逃がし率 31% で、ここもちょっと逃げ信頼には難しい組にはなってます。ただスタテン見た感じ、1号艇2号艇しっかりスタートいけそうな、行き足もあり、平均スタートタイミングの方もそこまで悪いわけじゃないっていうところで、メインどころ1頭からですね、逃げで相手2-4-5、2-4-5ボックスで行ってます。これ合計13900円分。インコース足良かったっていうところで、2の差し切りで2頭の2-1-4-5、これ500円分ずつ1000円ですね。ここが一番怖いところで、3号艇池田選手、今節の平均スタートタイミングコンマ24で、平均スタート順の方が 5.0 っていうところです。今節はスタートいけてないと。一方4号艇の和田選手、今節の平均スタートコンマ10、平均スタート順が1.5っていうことで、和田選手ですのでもう伸びもいいですっていうところで、4のまくり切りで4頭で4-1-2-5のボックスで、ここ6100円分いってます。で最後に、まあインコース3艇がないとは思いますが遅れて、まあ4まくって
ってまくっての展開で、まあ、4、5、6ボックスですね。ここも資金配分で1200円分で合計2万2200円総投資です。前澤くん頼むよ、お願いだからさ。もう3位以外スタート揃え、頼む。お願い。1、2、4でいい、それなら1、2、4でいい。3を止めろ。1、2、4なるだろう、これ。1、2、2あるよ、1、2にあるって。オッケー。でも固まったろ、これ4抜いてもいいもんね。いやー、コメントでもっと熱く貼れよとか言われてるんだよ、僕は。頼むよ。熱く貼ってるんだって。いや、開いた。4番手、5号手勝ったぞ。1番、4番、2番 OK。 取ったぞ。肝心なのはオッズですからね。1180円。1180×2100、24000。あ、もう OK、 いい、それでいい。24780円。なんとか転がし成功しました。やりました、ね、やりました。初の全的中。そうですね。でも1万からなんで、まあ、プラスはちょっとではありますけど、まあね、最後にこの転がしの秘訣を喋って終わりたいと思うんで。ちなみにギリお将棋代足りないですけど。いや、3コロ成功しました。結果発表します。最初1万円スタートで2レース、6レース、10レースと転がし成功して、最終25,840円回収、プラス15,840円でした。3レースでね、ちょっと物足りないかなとも思いましたけど、まあ十分でしょう。祝儀には足りないんでね、カメラマンさんに借りようと思います。今回初の転がし企画だったんですけど、まあ的中率を上げるっていう意味で大事なことはですね、レースの選定と今回の6レースでありましたけど、イン逃げ分と4のまくりまくり差し分を買うっていうようなね、同時に船券を買って、まあ、全体的にカバーすることで、まあ、しっかり的中率も上がってくるんで、回収率の方でいくとまた話は変わってきますけど、まず的中させて皆さんボートレース楽しんでいただければと思います。今後も、このような形でいろんな企画やっていくので、もしやってほしいような企画があれば固定コメントの方に返信する形でコメントしていただけると嬉しいです。この動画が良かったと思った方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。公式 LINE では毎日引ける豪徳寺もやっていて、懲罰モンキーの激アツ予想を毎日更新していますので、ぜひ今のうちに友達登録しておいてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。